私の記憶のかけらだ。遠くに離れてても鳴らしてくれ。俺らは遠くで鳴らしてるから。それは一緒に鳴らしてるってことだから。今東北なんかに戻ってくんな。鹿児島で自分の思うべきことを全力でやってくれ。その結果の6年後、こんな自然の、こんな子供たちが笑ってる、こんなステージを作ってくれた。ここは何もない更地だったの。これ業者が勝手に建てたわけじゃないの。みんなで建てたんだ。好きだった鹿児島？結構好きでした。俺マジで嫌いだった。鹿児島のこの桜島でこんなにヤバいイベントがあるんだから、どこでも何でもできるはず。みんなマスクしてるわ。みんなマスクしてる。こんなことで奏でるのをやめるなんて。すぐには何かが変わらなくても、みんなが何かちょっとずつ変わることで世界が変わっていったら。音楽に力があるって信じてる。やり直しだと思うんです全部。ライブハウスも音楽も。いい仲間たちがいっぱいいるんですよ僕。その本当に続けていこう、繋いでいこう、続けていこう、繋いでいこうな。ボビーフェス分かってくれな。